祭り2010を開催いたします。これより国歌斉唱をいたします。恐れ入りますが、会場の1階席、2階席のお客様、起立をお願いいたします。激励会を行います。まずはじめに、今年めでたく合格された入隊入校予定の皆様をご紹介したいと思います。入隊入校予定者の皆様、恐れ入ります。その場でご起立をお願いいたします。さらに恐れ入ります。本当のお客様にもお顔が見えますように振り返ってお立ちいただけますでしょうか。ただいまライトを浴びておりますのは、平成22年度防衛省自衛隊での入隊入校予定者であります。入隊入校を前に、皆さんどんな気持ちなんでしょうか。どんな生活が待っているんだろう。体力的に大丈夫か、仲間たちとうまくやっていけるかなどなど、不安と期待の入り混じった複雑な心境かもしれませんね。でもどうか安心してください。今日の音楽祭りを見ても分かりますように、現役 OB に関わらず、皆さんの先輩方がたくさん関わって歓迎してくれています。全国にまだまだたくさんいます先輩方が、きっと皆さんの面倒をしっかりと見てくれると思いますよ。さて、それでは恐れ入りますが、入隊入校予定者のご父兄の方々、今日はご同伴くださっているということですので、皆さんと同様にお立ちいただけますでしょうか。強いのではないでしょうか。いずれ巣立つ日が来ると思っていらしたでしょう。その時をこの春迎えられることになられました。ここで入隊入校予定者の方々並びにご父兄の方々に、希望、力、勇気、ねぎらいなど様々な意味を込めまして、今一度温かい拍手をお願いいたします。ありがとうございました。皆様ご着席ください。では続いて、壇上にもお祝いを駆け付けてくださいました方がいらっしゃいます。ご来賓のご紹介をさせていただきます。神奈川県知事松沢茂文様、横須賀地方総監会長松岡貞義様、代わって主催者であります自衛隊神奈川地方協力本部支援団体協議会を構成する5団体の代表者を紹介させていただきます。神奈川県防衛協会会長佐々木健二、自衛隊神奈川地方協力本部自衛官募集相談員会長連絡協議会会長山田栄、社団法人海友会神奈川県海友会会長浜野修、社団法人全国自衛隊府警会神奈川県支部連合会会長高橋徹、特定非営利活動法人神奈川県国民保護協力会理事長金子義成、では以上主催者を代表いたしまして、神奈川県防衛協会会長佐々木健二よりご挨拶を申し上げます。
ただいまご紹介いただきました佐々木でございます。主催5団体を代表いたしましてご挨拶を申し上げます。本日は第31回を迎えました神奈川自衛隊音楽祭2012、大勢の皆様にご来場いただき誠にありがとうございます。またご来賓として神奈川県知事松沢重文様、海上自衛隊横浜地方総監松岡貞義様には公務でお忙しい中ご臨席を賜り心よりお礼申し上げます。この行事は自衛官募集や退職自衛隊員の就職援護等により自衛隊を支援する5つの協力団体が主催しておりますが、無事開催の運びとなりましたのを自衛隊神奈川地方協力本部長後藤博様をはじめとした皆様からのご支援やご講演ご賛同を賜りました。神奈川県横浜市川崎市多くの企業団体個人各位のご協力によるものと厚く御礼申し上げます。また本日ご出演いただきます海上自衛隊横須賀音楽隊、在日米陸軍軍楽隊、横浜市消防音楽隊ポートエンジェルス1119、少年工科学校ドリル部、防衛大学校応援部リーダー部、陸上自衛隊第31普通科連隊竹山自衛隊校の皆様の多大なるご厚意に深く感謝申し上げます。さて本日の音楽祭りでございますが、これには2つの目的がございます。一つはお手元の冊子にこの音楽祭りの副題として入隊予定者激励会と記載してあります通り、平成21年度に難関を突破され今春めでたく自衛隊に入隊入校される神奈川県内200人の若者にお祝いと激励を申し上げ、合わせてそのご家族に敬意を表するというのでございます。二つ目は我が国民の生命財産を守り世界の平和と秩序維持のため日夜努力しております自衛隊をご理解いただき、さらなるご支援ご協力を賜るためこの場を県民の皆様と自衛隊との交流の場にするというものでございます。ご案内の通り自衛隊も国内の大規模災害に限らず今や世界各地で紛争解決テロ対策災害復旧に対して人類の生命財産を守るため陸で海で空で懸命に任務を遂行しております。先のソマリア沖アデン湾での海賊対処はまだ記憶に新しいところでございますし、ハイチ PKO も既に派遣され現地の人たちに大いに期待をされております。本日の音楽祭りを契機としてこうした自衛隊の活動に対する県民の皆様のご理解がさらに深まることを切に願うものでございます。結びにあたりまして世界平和と自衛隊のますますのご活躍、県内から今春自衛隊に入隊入校する若者の諸君のご活躍とご精進、そして会場の皆様のご繁栄とご健勝を記念いたしまして主催者挨拶とさせていただきます。本日はごゆっくりと楽しいひとときをお過ごしください。